てめえ一体何者だよ。もう一人のお前だよ。は？何言ってんだよ。お前相変わらず軍人の役ばっかりやってんな。ミスター軍人役者、美濃は康文くん。うるせえ、てめえに関係ねえだろ。いつまで夢追いかけてんだよ。もうお前30超えてんだろ。34だっけ。もう売れねえよ、諦めろ。そんなの分かんねえだろ。年食ってから売れた役者だっていっぺん言うじゃねえかよ。いやいや、もうお前じゃ無理だ。別にお前面がいいわけでもねえし、なんか特別な才能があるわけでもない。今のお前の年齢から売れるのはまあ無理だわ。そんなことねえよ。俺は英語も喋れるし、中国語だって関東語だって喋れるよ。それにアクションだってできるしよ。俺には光るもんがいっぱいあるじゃねえかよ。そんな役者は5万といるんだよ。それにお前自分の年齢考えろ。30超えて売れなかったら役者はもう終わりなんだよ。何が終わりなんだよ。こっちはまだ始まってもいねえんだよ。勝手に俺の終わりを決めんなよ。これからなんだよ、俺の人生これからなんだよ。おめえアクションスターなんかなれるわけねえだろ。よく考えろ。みんなおめえみたいに夢を追いかけるけど、みんな途中で挫折して諦めんだって。それしょうがねえんだよ。誰でもなれる職業じゃねえ。